そうよ。俺うちのチャンネルでさ、最近あの駅間散歩シリーズっていうのをちょいちょい撮ってるんや、はい、名古屋の亀梨じゃない名古屋駅の隣、東山の亀島から中村日赤まで歩いてみたりとか、なんかあの東海大学のグッサン市で同じようなことやっとったね。あ、そうなんや。うん、グッサンがさ、同じように地下鉄の人駅間を歩いてぶらり旅っていう、いや、考えることは同じだったか、駅前のさ、紹介は多いけどさ、駅の間の紹介って意外となくねって言って、やってみようって やっとって、新からつまらんって言われとったんやけど、北向いてるけど大丈夫ね、北向いたね、大丈夫大丈夫、そのまますぐついたよ。おやけどあれよ、最近あのもうあの登録者数が30万人ぐらいおる、ね、あのまあ、あの鉄道系で有名な YouTuber さんで、同じようにあの駅の間をやるっていうシリーズを始めて、これが大変好評を得とるから、大好評になっとるね。ほら見ろ、コンセプトお間違ってなかったやろこれ、ただ撮る技術が下手なだけやって、作戦は悪くなかったやん、ほら、てめえな。うん。僕あるかな、そのミップ。このミップがあった気がするけど。どうってな。ミニストップ。あ、ミニストップ。マジで。って言うて初めて聞いた。ミップって言わん。言わん。あれ四日市だっけ、もしかして。え？初耳だよ。ミニストップはミップって略さん？略さない。ミニストップって言う。長いやん。略さない略さない。ファミリーマート、ファミリーマートじゃなくてファミマって呼ぶやろ。呼ぶよ。 AMPM、AP って呼んどったやろ。呼んだか記憶はないけど、まあそうだよね、僕は通じるけど、セブンイレブン、セブンって言うやん。言うね。ローソンはローソンや。そりゃローソンだよ、もう短いもん。ミニストップやで。6文字だけど、6文字で言うね。ミップやと3文字やで。ミップってなんかマジで、なんかマジでそんな略し方すんのって。マジでなんかファイナルファンタジーをファイファンって言ってるような気持ち悪さがある。 FF やん。いや、略し方があるもん、 FF ってもう確固たる略し方があるもん。あ、なくなっとるやっぱし。確かにミニストップが、しかも何で俺砂ひまるしやばいってことは、これ思いっきし豊岡の方に行くあれやん。豊岡じゃなくて藤岡ね。あ、そう、藤岡。よく分かったな、今。こんなとこ砂ひ温泉なんてあるんや。なんか聞いたことあるけど、あすけの湯とかいうところもいいらしいな。そうなんだね。天然温泉のところらしい。あすけ町は行ったことないや。あすけは遠いからな。高ランキーからさらにね、片足突っ込むな感じな。あ、出た、藤岡いいの。さっきグリーンロード。なんか夜中は無料だったこと初めて知ったね、最近。あ、そうなんや。10時以降無料になったね。じゃあもう今無料やろ、大丈夫か。うちに用事もないけど。わー、山ん中やな。藤岡って感じになってきたな。この辺にちょっと友達おってさ、よくあの珍しい、数少ない友達おってさ、少ないな。よく名古屋で遊んだ帰りとかにグリーンロード使うんだけど、長くてから、ね、ここら辺まで無料だったからさ、だから10時ぐらい、10時ちょっと前に着いた時に、ちょっとね、手前で10分待って、で10時になったと同時に突入して、知らんかった。さらにとけばいいな、さなぎグリーンロードなんて。そもそもさなぎやで、猿投げるんやで。不思議な名前覚えてよ、この辺りの地名。アスケだっておかしいやん。足を助けるんやで。いや、足疲れるわって言っちゃう。あんなの、これが新東名。ああ、そうだ。あ、じゃあ新東名じゃなくて、これは東海環状や。結構、新名神張りに行くかな。やっぱ高いところ走ってるな。
まあこっから一気にこう、ね、変な傾斜上がってくるから、うん、であのトンネルがストーンって行って席の方がつながるんやったっけ、うん、いや中京大学の時にチャリブルやつがあれやったな、チャリやっとるやつがあの各務原まで、ね、チャリンコでいた人とな、しれっと行ってきた。これが聞いたことあるから、そんな気づいたの。はい、ここなんやね。これ戻ってこっかな。こっちの方がいい。普通に右です。あれ伝説のドンキ寄ってくる？それか。伝説のドンキ？ドンキホーテ豊田店で知っとる。ああ、一回行ったことあるよね。あ、一緒に行ったっけ？うん、8時45分でもう閉まってるよ。そうだ、あそこ閉まる。はい、いやいや、うん、メイン、インキーすぎやん。ところ、どこな、怖いよ、お前。確か一緒に行ったな。あ、行ったか。うん、多分行ったな、うん。トヨタって言ったらな、あそこもな、名スポットやからな。え、あれ、どの辺、この辺だ？どっち、なんか。さなげの駅の近くだけど。だよね、なんか、うん、橋渡って。そこだったかな。で駅があって、さなげ駅があって、うん、そっからすぐ、うんうん、ちょっと走って、さなげってほんと広いね。さなげは広い、まあ山やからな、うん、水沢が地図で見たらすげえ広いあいつ一緒の理論、うん、石暮れがすっげえ土地があるのと一緒に。あ、はいはい、山奥のだってトンネルとか、あの旧裏ね台の峠のところとかも全部石暮れ町内です、うん、石暮れは一応石暮れ北と南とかって分かりとったっけ、うん、後ろから攻めてきとる、攻めてきとるから俺だってな、そんな橋ないじゃないからな、無理やもん。明日はこれだと鹿出そうや。この前も希望層行っとったら、希望層行っとってる鹿に出会ってしまった。わぁ、おっちこれが国道何号線や。これ1号3、5か、1号3か、じゃあこれ419や。ああ、昔の1号号だね。あれ、これで梅津坊のあたりに出てくるか、ちゃうか。いや、出るんじゃない。出るよな、出るよな。三好のベイシアもいいな。ああ、うん、結構安い、意外と安いね。安い、うん、意外と安いよ、うん、意外と惣菜コーナーも面白いところもいろいろやっとったりする、うん、カレーとか、うん、なんか大久保に出るけど大久保よりは好きだね。うん、ちょっと洗練された感があるかな、うん、で、ちゃんと価格も安いし、風にどっかにバイアスを振り切った店の方が生き残ってる感じだもんな。まあ振り切り方を間違えたらカムテイクをいきなりしていくとか、いきなりしていくとか、お前あの経済学者の名前覚えとかだからね、ジャーナリストの。いきなりステーキが成長には徹底したあの高専度の教育があるから、人材がすげえ育ってるから、それがすっげえ足元させてるんだって。やっぱいきなりステーキって最強って、こういう叩いとったところがあるけど、あそこの教育システムどこがも最強やねん。あそこ悪名だけやのに有名なんやでさ、うん、内職業界ってどこもブラックが多いからあれだけどさ、うん、まあ昔から有名な王将やわな、うん、王将の社員教育かな、うん、徹底した業界だったやから、そこは。あれ、このマスク行くと、あの、予防の、予防を通るんだよね。ん？予防っていうのはな、予防駅の方行ってみたって。ちょっと待って。予防？予防って読ま、あの、なんか違う読み方すんな。あの、余るに里か。ええ、四つの里。あの、四日市の予防と同じ。あれ、そんなところあったっけ？うんうん、予防、これこの予防、予防庁、あれそんな町あったんだ。あったっけ、あの愛館に予防行ってあるじゃん。愛館か、うん、
相変わらずそれこそ新豊田駅過ぎたらもうさっぱりわからんけどね。そう、今この辺がさ、すごい再開発してさ、私の浄水と同じレベルで、なんかめちゃくちゃ今マックスバリューも建ててるし、山道ができて、さらにマックスバリューができてるっていう。ほー。で、ここら辺にその機内施設ができたわけよ。あー、そうなんや。だから多分、通るね、やっぱ。だからその辺も結構風景変わってる。まあ、機内施設はあるうちに見といたらいいんちゃう。1回くらい行ってみても見ときゃ。うちもね、1回くらい行ったよ、やっぱ。絶対合わんと思って。うん、でもまあちょっとあの、来年暇になるからさ、安いランチの時、平日ランチをさ、ちょっと食べてみようか。安いランチの時期なんですよ。くそ安い肉やね。いや、やっぱちょっとやっぱりと比較したいからさ、普通は逆の順番なんだけど。ああ、どう考えたってやっぱりのがええね。まあそう思うけど、まあ。うん、まあその、あそこほどじゃないよ、ブラボーステーキ。